はい、ミサトオーストイッチファームのコニタンです。モちゃんです。2024年もミサトオーストイッチファーム頑張ります。頑張ります。今は、1月の4日の餌やりの途中ですね。はい、よくダチョウたちがご飯を食べるので追加で今積みに来ました。4つ、あと4つぐらい足りない。どこのパドック行くの？23、33、34とあとは4かな。最後のね、最後の部分はありませんでした久々の乗車、何年ぶりかの乗車なわくこともない。あ、そっか、最初の頃撮ってましたね。一番最初の小松菜取りを撮った気がする。撮ったね、懐かしいですね。もう1年半以上前、はい、新年明けてもいつもと変わらない。全く変わらない、まあいいことですね特に異常がない。そうね、はい、はい、さっきあげられなかったなんで俺らのとこ来れないのって感じ。そう、ごめんね。はい、ご飯だよ。本当にみんな今日空っぽだったんですよね、すごいね。34番33番、怖いね、カメラが怖いって書いてる。ドイツを撮っても逆光なのになぜ。逆光あっちだよね、太陽ね。そうだね、あれ、アイテックが反射して白い反射板的な感じなんですかねあとは34番、天然じゃねえわ、でかいレフ板だった。レフ板あれ、こっち大丈夫か。明けましておめでとうございます、ね、今年も大丈夫そうですね。卵産んでくださいね、はい、今日産んでましたね、ここの。どっちの子かわかんないけど。お待たせしました、ご飯ですよ。ももや、ああ、ご飯ですよ。あれ、ご飯ですよ、ね、え、ももやってすごい。あいつさん、ご飯ですよでしょ。ご飯ですよ。ウニの佃煮。社長はおかずがなくても食べてくれる美味しいのか。いいよ、オートミール的な味。オートミール、そうだね。どうですか、どういう味なんだろうね。めっちゃかつくけど、あんまりさ、口の中入ってない。うん、食べてる。こうがついてるの久しぶりに見ましたね、小屋時が。寒いからかな、うん、角に飛んなきゃとかかな。まあお腹空いてたんでしょうね、なかったから、うん、よし、じゃあノーパドックに行きますか。これじゃ足りないか。ありがとうございます。どきゃごめん、ちょっと足りない、もうちょっと出します。おはようございます。おはようございます。また逃げちゃうか、大丈夫だ。まだ朝ごはんだよ、食べな。健康的なオートミールだよ。よいしょ、こんなもんでしょう。卵よろしくお願いしますね、皆さん。今年こそはね今年の産卵期はお願いします。うん、去年の秋いっぱい怪我しちゃったりしてかわいそうだったからね、うん、で、確認したんだから。うん、もうさすがにこの環境には慣れてくれないと困っちゃう。うん、てかもう傷全開だよね、うん、全くわからない、誰がこの怪我したとか。2匹いたよね。あ、3、で、3、せっかくには3は、いや、無傷が1は。でももうわからん。
今のスプラとくっつけたらまた同じメニュー。うーん、スプラどうなんでしょうね。でも巣穴掘ってめっちゃ張り切ってるんだけどね。スプラ？スプラ見に行く？行こう。スプラの巣穴いつの間にか立派なのができてる。誰もいないのにだから張り切ってるからさ、一緒にしてあげた方がいいのかなって怪我させちゃうと困るんですけど。スプラ巣穴を披露して、ほら本当だ、こんなんなかったんですか。そうそうそう、見えますかね、クレーターに隕石が落ちた。柔らかい砂が頑張ったんでしょ、スプラ君。まあ一度だけ巣穴を掘ってんのを、うん、とっさにカメラを回したことがあるよ。うん、ね、足器用に使ってね、やるのよね。こいしょってそうやってた。大丈夫、相変わらずでかい。はい、立派なダチョウです。最近怖いんでしょ。あのね、ちょっとこの繁殖期の感じが怖いね。ぐいぐい、いつもよりもぐいぐい来る感じが。膝がだんだんと色づいてきた。うん、膝、甲か足の甲ですね。間違っちゃいけない。どう見てもスネだよ。そうなんだよな。くちばしもピンク色になってきた。あのちょっとそわそわした感じが、目がだんだんいって、そうそうそう、ちょっと危ない感じに、ね、だんだんね突進してきそうな感じ。あ、でもだんだんほら、親誰だっけ、んこの子の親は。親はね、ハグリッドでしょう。顔がちょっと似てる。本当だ、大丈夫今つづって自分で掘った砂に。もうほらちゃんと柔らかく砂をして卵のベッドを作っているんですよ。踏んでるってこと。うんと、こうやって掘り返してるんじゃん、あのこういう爪で。なるほどね、うん、頑張った。あ、お前大丈夫か。中国の二の前に。ダメ、やめて怖いね。それかあれやな、パニックになったらもう多分この扉なんて怖いし。そうだね、でも多分雑草を食い散らかして雑草を求めてどっか行っちゃう。そんな気がする。あ、ここもなんかあれつけた方がいいですね。あ、本当だ、この辺り抱いちゃう。あっちに雑草入ってるよなんか寒帯の草みたいになってる、あの確かにすごくマジで下草でしょ。そうそうそう、もう除草能力高いですね。はい、ということで、はい、餌やりでした。餌やりでした。はい、今年も頑張りましょう。ね、よろしくお願いします。